プラットフォーム改札口有馬温泉駅は、兵庫県神戸市北区有馬町わざ宇つぎ谷にある、神戸電鉄有馬線の駅。駅番号は、キロバイト16、有馬線の終点。神戸電鉄では最も高い標高357メートル地点に、あり、葛西東端の駅である。標高は357メートルで、これは神戸電鉄線内で最も高い。 東端式2面2線のホームを持つ地平駅でホーム有効長は4両。駅舎は車止め側にあり、小規模な駅ビルとなっている。当駅は開業以来のアールヌーボー町の洋風駅舎で永年親しまれてきたが、1989年に改築された。かつては2番線の横に貨物用引き込み線があったが、現在は駐車場になっている。 日中は1番線と2番線を交互に使用する。3両編成日本による夜間停泊運用がある。朝夕ラッシュは新海地域、スズランダ域となる。新海地方面からのほとんどの列車が三田線に直通し、新海地有馬温泉間の列車は朝夕のみである。したがって、発着列車は有馬口有馬温泉間の区間列車が大部分を占める。 2013年5月28日に発生した、有馬口駅での脱線事故により、有馬口駅の配線変更を行い、当面の間、新海地、鈴蘭大発着の運行が不能となるため全ての列車が、有馬口と有馬温泉の間での折り返し運行となっていたが、2014年6月28日のダイヤ改正より、新海地有馬温泉間の直通運転が再開された。 近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。第1回近畿の駅100選に選定されている。ありがとうございます。